黒にこだわる理由？黒で白を踏みにじってこそ意味がある。とりあえずはこの程度にしておくわ。勝利のために手段を選ばないことはいいけど、こっそり駒を動かすのは卑怯じゃない？まあそれでも私が勝つだろうけど。さあ対局を始めましょう。オープニングはクラシックな方がいいわよね。オープニングはキングズギャンビットでキャスリング。弱点はハーフ。この手はどう？この手はどう？秒読みが始まったわ。キャスリング、いけ！不条理な白の蝶！さあ抜けてる隙などないわ。さあこれでエンドゲームよ。意味のないオポジションね。いけ！不条理な白の蝶！秒読みが始まった。お？まだ対局が。あ、アルファトリックス。さあ、どうして私にそんなことを聞くのかしら。それよりも秒読みに入るわよ。早く打たないとまた負けることになるわよ。